ーンです。28回目京都大賞典、この馬です。ちょっと春よりも白くなったかなという感じでありますが、大坪さん490キロ台で出てきましたね。そうですね、今年の春は504キロだ、はい、いかにこの中間、気候の良さと、うん、仕上げ過程が良かったかということですね、うん、ねえ、さあスタート地点に石巻アナウンサーが行ってますんで、ひとまず聞いてみましょう。石巻さん、はい、あの本馬場入場の時にね、拍手が起こるってのは本当に珍しいんですがね、それだけお客さんがこう待ちに待った役者登場という感じだと思うんですよね、はいはい、もちろんメジロマックイーンのことなんですが、あの近くで見るとね、春はこうどっちかというとなんていうのかな、こう雄大さを感じたさせた馬体だったんですが、うん、今見てみるとこうまた一回り引き締まってね、さらにこう柔らかみが増したなという感じがするんですがね。ああ、そうですか。はい、大戸さんね、そのあたりどうなんですかね、やっぱりこう引き締まったっていうのはもう抜かりなしというふうに取っていいんでしょうかね。そうですね、気分が非常に何かこう良さそうな感じですよ、中間の、ね、はい、なるほどね、はい、それからちょうどこの中継始まった時に、うん、メジロマックイーン正面から取ったでしょ、はい、でコースがあって威張ってあるというようにね、なるほど、でそっとこうお客さんの方を見る感じですね、はい、ああいう感じがいいんじゃないですかね。石巻さん、レガシーワールドの方はどうですか。レガシーはね、1頭だけわなりをせずに落ち着かせることに専念していたんですが、ここに来てちょっとうるさいところも見せてますがね、大丈夫なようですね。すんなり今ゲートに収まりました ね、 そうですね。マックイーンも一番最初にもう入ってます、はい、ご覧の10頭であります。さあ大坪さん、メジロマックイーンが本命、レガシーワールド対抗にしている大坪さんです。早くもゲートインが終わりましたね。距離が2400メートルです。京都競馬場、ご覧のように長い影を追うようになります。10頭今スタートを切りました。無調飛ばしてパーマーが行った、パーマーが行った。さあレガシーはどうするんだ。うち白い帽子がマックイーン、現在4番手。そしてもう1頭7枠からロンシャンも行った。逃げに自信のある3頭の先行争いでありますが、内からパーマー、そして真ん中にロンシャンボーイ、外からレガシーワールドであります、大杉ロッチが4番手。メジロマックイーンはちょっと離れて5番手であります。これがメジロマックイーンと武豊、ご覧のようにずっと流していって5番手にマックイーン、そしてその後ろから10頭が続きます。ご覧のように第1コーナー右にカーブを取りました。先頭からもう一度紹介してまいりましょう。先頭はメジロパーマーであります。パーマーが先頭です。もう一度先頭に戻ってください。先頭はメジロパーマーです。そして2番手ロンシャンボーイ、2番手にロンシャンボーイ、それから3番手でありますがレガシーワールド、そして大隅ロッジ4番手、その後ろにメジロマックイーンです。さあこの位置は果たしてどうなんでしょうか。武豊とメジロマックイーンです。その後ろから車高グレード、もうちょっとゆっくりと行きましょう。それから4番の東アナゴンであります。その後ろでありますが、その後ろ谷のボレロが続いて、そしてエイティボレーが続きました。さあ前の方へ行きましょう。メジロマックイーンは果たしてどのあたりにいるのか。依然として5番手、しかし前の方が固まってまいりました。レガシーワールド9番がその前にいます。9番のレガシーワールド、そしてメジロマックイーンです。あと前で大隅ロッチが行った。京都得意の大隅ロッチが坂の上で先頭に立ちました。大隅ロッチ先頭、ロンシャンボーイ2番手、レガシーワールド3番手、白い帽子が一緒に上がっていって、マックイーン4番手、ファーマーは交代。前の方4頭が固まった。さあこの4頭を追いましょう。この4頭を白い帽子、マックイーンが外から行く。マックイーン早くも先頭に立つか。レガシーか前へ行けて行っていた富山調教師の言い分通り、レガシーワールドがここで先頭に立った。レガシー先頭、大隅ロッチ内へ入る。外から早くもマックイーンかわしたマックイーンラフレット先頭に立った。マックイーンラフレット先頭に立った。バイスシャワーは三軒オールカマーで舞台を舐めました。マックイーンが強いぞ、マックイーン強い。左口一発、右口一発、さらに左口が飛んだ。ゴールまであと100m。マックイーンレガシーワールドが粘る。マックイーンが三馬身から4馬身かわしました。マックイーン圧勝。どーっと上がる京都競馬場の大歓声、マックイーン圧勝。堂々たるもんです。レコード2分22秒7、レコードです。大隅ロッチが持っていた2分24秒6のレコードを大幅に破りました。しばらく京都競馬場の余韻に浸りたいと思います。画面はメジロマックイーンが圧勝するところ、京都競馬場はこのメジロマックイーンの強さに酔いしれているといったところであります。しばらく画面にご注目ください。
ということで大坪さん2分22秒と10分の7、大隅ロッチが2分24秒6というねレコードを持っていたんですが、もう大幅に大幅